秋の大通公園。あそこにも行列、ここにも人の群れ、至る所に人、人、人。そのお目当てはというと、お昼時の大通公園です。新そばの味覚を求めて行列がこちらからこちらまでできています。そう、人々のお目当ては新そばです。今日から始まった、その名も北海道そばフェス、道内初の開催です。おいしいですよ。はい、そばが大好きなんで一年中そばは食べます。そばの町として名高い上川の幌加内町産の定番盛りそばから、豆乳のコクのあるスープに後志の共和町産の甘みが強いそばを使った豆乳担々そばなど新顔も。こちらは上川のワッサム町産のそばに山わさびと大根をのせたワッサム雪割りそば。山わさびのツンとした辛さが癖になる一杯です。ワッサム町はあんまり行ったことがないので、行ったことがないところのものを食べたいなと思って選びました。味が美味しい。ワッサム自体がですね、すごく極寒の地で温暖差が激しいので、食物とかですね、味が身が締まって非常に山わさびとかは辛みが増したりとかですね、大根もすごくフレッシュな状態で、すった時も大根のすごくいい香りがするものになってますね。王道のそばだけではなく、そば粉 100% で作ったロールケーキや、茹でたそばの実にいちごや小豆を合わせたスイーツを扱う店舗も。ありそうでなかった全道のそばが一堂に会するイベント、会場をそば一色に染め上げたのには訳があります。北海道は国産そばの収穫量が全国1位、その量は2位、長野県の5倍以上にも上ります。信州とか東北とか、やっぱりそばの産地としてはそちらの方が有名なので、なんとか北海道がね、これだけ圧倒的な資産を持っているのに使わない手はないと思って企画しました。もっと北海道産のそばの魅力を道民に知ってほしい。北海道のそば文化を発信する新たなイベントは今後も定番となりそうです。